冬、鳥越駅は、かつて、新潟県加納市に存在した神原鉄道の駅。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路を挟んだ両側には、神原鉄道直営のスキー場、冬鳥越スキー場が隣接し、当駅は、冬季スキー客輸送に対応するために両編成以上が、停車可能なホーム有効調が確保されていた。 ホームの村松寄りには小さな駅舎が存在した。1932年11月に開業した停留所である。前述のように、当駅に隣接して冬鳥越スキー場が所在し、当期はスキー客で賑わったが、周辺人口が希薄であったことから、オフシーズンの利用客は極めて少なかった。 1985年4月1日付で実施された、鴨村松館廃止、路線縮小に伴って、当駅も廃止となった。廃止後、駅舎並びに、ホーム跡は冬鳥越スキー場の駐車場スペースに、転用された。スキー場の頂上付近から、駅跡を見下ろす。沿線唯一の遊客施設として1932年末に、 カンバラ鉄道直営で約1万6000坪のスキー場を開設した。最盛期の日曜日には約2500人のスキー場利用客があったという1967年スキートロイカを設置。翌年にはリフトに置き換えし、7月には共同で出資した冬鳥エリフト株式会社を設立した。 やがて降雪が不安定なことや他地域のスキー場開発により利用客は加工船をたどっていった。1998年に一旦営業停止となり2000年から市営スキー場として再開している。カンバラ鉄道線は1999年10月4日付で全線廃止となったが路線全廃時まで在籍した旅客用電車の一両である。 もは 61K61 と、かんばら鉄道線開業に際して申請された、もは 1K1 が、2002年より冬、鳥越スキーガーデン入り口付近において、生体保存されている。もは 1K1 については、路線全廃当時、村松車庫において作業員詰め所として車体のみが、転用されていたものを、保存に際して、内外装とも、現役当時に近づける。 要修復工事が実施されたものであり、台車やパンタグラフも復元された。同2両については2002年3月にもは1が、同年4月にもは61がそれぞれ、カモ氏の文化財に指定されている。さらに2009年6月には、村松駅跡地において保管されていた ED1 系電気機関車が、同地に移設され、こちらも外装の修復工事が実施されて、 前述2両とともに生体保存されている。もは1もは 61ED1 等鳥越スキー場に関するカテゴリー。ありがとうございます。